この TPP の議論っていうのはですね、妙なのが、まず簡単に説明すると、もうご案内の方も多いと思いますが、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイという非常に小さな国がですね、最初にその協定を結んでいました。ところがこれにアメリカが入ろうと言って、アメリカ、オーストラリア、ペルー、ベトナム、最近ではマレーシアがその交渉に参加するってことになって、それでその環太平洋連携協定 TPP っていうものの交渉が行われて、ルール作りとかが行われてるんだって話になっています。貿易の関税な自由化、かなり急進的な自由化を目指すと。貿易も物だけじゃなくて、人とかサービスも含めて包括的にというふうになっていると聞いています。交渉参加にあたって、あらかじめ例えば米は例外ですよとかいう、その自由貿易のその例外品目を提示して参加するのは認められないと。類似のその自由貿易の協定で、よく FTA と聞くと思うんですけど、あれはアメリカと韓国のようにその2国間でやるものなんですけど、これはその多国間でやると。FTA っていうのは、要件ないフリートレード、そうですね、アソシエイアグリメント、アグリーメント、10月の初旬に韓首相が、この参加交渉の参加を検討すると、まあ、所信表明で言ってから、11月の初旬の APEC までわずか1ヶ月の間でですね、これだけ包括的な話を急にすると、唐突感というのはまず異常なんですが、この議論はかなり大切であるにもかかわらず、マスメディアだけでなく、政府あるいは経済界とかがですね、開国か鎖国かとかですね、平成の開国をすべきかすべきではないかとかですね、なんか極めて単純極まりない分類でやっていると。まず日本は今鎖国なんかしてないわけですよ。平均関税率でもその世界的に見ると低い方ですし、農業に限定した平均関税率だってかなり低い方です。完全な貿易自由化と完全な鎖国との間に山ほどバリエーションがあるのにですね。さっき聞いてびっくりしたけども、その農業の関税ね、なんか日本は700%前後でしたっけ？それはものによるんですものにね。よるのね。でもそれ平均で言うと EU よりか低いんですそうっでて？す。計算の仕方いろいろありますが、もう EU よりも低かったり、しているわけです。TPP の参加国はみんな農業国が多かったりするので、この中では日本は高めですが、世界で見ると別に特に高いわけじゃない。議論のレベルがですね、あまりにも単純だっていうのがまず非常に気になる。もう一つ気になるのがですね、なんかその TPP での日本の農業が危ないっていうのは聞いてますね。聞いてますよね。ええ、もうやってます。で、確かにそれはあるんです。ところが一方で、その TPP をやると輸出を伸ばせると。だ製造業は得をするが、農業は損をする。そういう団体してるんですかね、で、どっちがいいのかみたいなですね、そういう農業対製造業みたいな話で議論がほとんどなっているんですが、私の見立てではですね、製造業がその TPP に参加して輸出を拡大することはできません。まずそのこの TPP がアジア太平洋の貿易のルールの基本になるとかですね、これに乗らないと世界の孤児になるとかですね、そういった議論がされてるんですが、交渉参加しているシンガポール、ニュージーランド、云々かんぬんのですね、大体9カ国あるんですが、仮に日本を加えて、で、GDP でどれだけ大きなシェアがあるかというと、この10カ国のうち、GDP は、アメリカが67%、日本が24%、オーストラリアは5%で、もう9割が日米なんですよ。で、残りの7カ国で4%なんですね。7カ国で4%。しかもアメリカと日本以外の国はみんなその、外需依存度が高いと。GDP に占める輸出の割合が、3割、4割と高い国が多いので、輸出先、内需でもう一回計算し直すと、アメリカが73%、内需がですね、つまり輸出、日本が輸出できそうな場所ですね、アメリカは73%、日本は23%、オーストラリアは3.7%、まあ4%ね。残り7カ国で 0.1%。だから TPP でアジアの成長とともに日本が輸出を伸ばすとか言ってるんですけど、0.1%なんですよ。そうね。これはだからアジアの成長とか全然関係ないんですね。これは実質的に日米貿易です。そうね。日米自由貿易なんです。アメリカとジャパンのね、関係であって、それに入らなければ世界の孤児になるということ自体がもう統計上の全いやくもう、の間違いで、嘘話だっそうてでことす。ね。で、東アジアでこれがその
本当に東アジアや太平洋のルールになるためにはですね、うん、韓国と中国が入らなきゃいけないんですけど、韓国は FTA を選んでるんですよ。その理由はですね、こんなところに入ったら、これは日本とか中、アメリカとかに輸出したい国が7カ国もあって、みんなアメリカの味方になるので、ルールメイキングをしたらそれは韓国や日本の味方にならないから、韓国はだから2国間で勝負しようとしてるんです。だからこの中に入るのは不利だから韓国は2国間でやってるんですね。それから中国が入らないと意味がないんですが、中国が入りっこないわけです。中国は自由貿易関税以前に人民元問題といって、その為替のコントロールをしちゃっているので、もっと自由貿易の以前の段階の基本的な段階で使えちゃってるので、うん、中国も入らない。そうすると大体このメンバーなんですけど、ほぼ、うん、日米なんですよ、これは。そうね。アメリカに対して工業、製造業の、あれ輸出増などは、関税撤廃しても見込まれないっていうのはどういうふうに。それはですね、まずだから日本は輸出を先っていうのはアメリカに輸出するってことを考えなきゃいけないんですが、アメリカは、オバマ大統領がこう言ってます。5年間で2倍に貿易輸出を拡大すると。アメリカは貿易黒字を増やすと言っています。貿易黒字輸出拡大戦略のために TPP を活用すると言ってるんですね。つまりアメリカはこの TPP を活用してアメリカの輸出を拡大すると言っているんです。そうするとですね、アメリカが輸出できそうな国ってこの中だと日本しかないので。そうなんですよ。だから、日本に輸出したいとアメリカは言っているんです。で、しかもアメリカは今失業率が 9.8% とか言ってものすごいことになっていて、そんなところに日本が輸出なんかできっこないんですよ。その逆なんですね。で、一つそこで疑問なのは、じゃあなんで貿易黒字を増やしたいんだったらアメリカは自由貿易をしようとしているのかなんですよ。なんで自分は関税を撤廃しようとアメリカはしているのかなんですが、これ理屈は簡単で、もはやですね、アメリカが輸出を拡大する方策は関税じゃないんです。為替なんですよ。そうですね。だから関税なんかも関係が全然ないんです、ね、要するに ドル安に誘導する、輸出しやすくするってことね。そうです、で、すなわちですね、アメリカの戦略はおそらくこうなんですね。まず、アメリカに味方する国々がいっぱいある中に、日本を巻き込んで多数決で自分の国に有利なようにルールを決めていくと。で、確かに日本に農業の関税を撤廃させる代わりにアメリカも関税を撤廃してみせますが、その後アメリカはドル安に誘導するので、結局日本の工業製品の競争力は減災されて、減災されなければアメリカに現地生産をする、アメリカに工場を建てる、いやもうそうなっていて、もう為替リスクとかあるので、例えば自動車産業は、アメリカで販売する車の 66% がすでに現地生産のものなんです。だもう関税も為替も関係ないんですよ。ホンダ自動車なんて8割ですよ。8割ホンダが、8割が現地生産なんで、もうすでに関税なんか関係なくなっている。ドル安に誘導すればこの比率がどんどん高まるということで、アメリカはですね、日本に輸出先を提供もしないし、日本企業に雇用も奪われることはないわけです。で、ドル安にして、で、日本の農業関税を撤廃させると、ドル安によって競争力をさらに強化されたアメリカの農産品が、関税の防波堤を失った日本市場に襲いかかってくるわけですね。そうするとアメリカは黒字が溜まっていくという、こういう仕組みになっているので、どう考えたってですね、日本が TPP で輸出なんか拡大できっこないと、こういうことなんです。そういうことだね。言葉汚いけども、なんか鎖国か開国かの前に、なんか日本はアメリカに対してレイプしてくださいとかさ、そうですね、男で言えば虚勢してくださいって言っているような、そうです、哀れの姿ってことね。だから言い方悪いですけど、私ははっきり言ってもアメリカか中国の官僚になりたかったですね、もう日本をカモにするなんて本当に赤子の手をひねるようで、こんなに簡単にできるそんなもんなんです。いや、そんなもんですね。日本にこういう条件を突きつけて鎖国したいのかと言えば、もう みんな日本は開国しないと生きていけないと言ってこれに参加するっていう、こういうですね、思考回路の人たちですから、それでまあ経団連も政府もそういう調子なわけですね、それでいて日本国家には戦略がないとか言うので何を言ってるのか理解ができないし、そう、ね、でシンガポールはもうとかマレーシアはその GDP、
よりもですね、うん、その輸出の方が大きいという外需依存国の小国です。で、チリとかブルネイとかアメリカ、オーストラリアは工業品、工業っていうのはマイニングの方ですね、工業し、鉱物資源とか農産物と競争力がある、輸出力のある国ですね。で、ペルーもそうですね。それからベトナムやマレーシアはペルーやチリは低賃金労働を輸出したい国ですね。なるほどね。この中に入ってよくその TPP に早く参加した方が日本に有利なルールが作れるって言うんですけども、このメンバーの中で日本に有利なルールを作るためには日本と利害が一致する国と組まなきゃいけないわけですよ。だけどみんな日本と利害が一致しないんですよ。みんな一次産品の競争力があったり、外需依存度が強い、うん。ところが日本は一次産品の競争力がなくて、日本だけが、この中で日本だけがですよ、工業品の輸出国で、しかも内需が大きいんですよ。誰と組んでですね、ルールをうまく作るんだと。日本の農業はですよ、為替リスクを回避したり、関税リスクを回避するためにですね、現地生産ってできないんですよ。できないですね、俺。まさかね。まさか、ね、まさか向こう行ってね。だから、農業は確実に、やられるんですよ、ね、いやそのね開国って開国することがいいことだっていうのもですねよくそういうバカなことを言うなと、うん、まずその平成の開国とかなんか言ってるんですけども、うん、じゃあ幕末明治の開国は何だったのかって話なんですけど幕末明治の開国はですねむしろ開国をした後ずっとその富国強兵やって日露戦争戦ってとやって、うん、日本は独立するために頑張って関税自主権の回復のために戦ったと、そうね、で TPP は逆ですよ関税自主権を失うためにやっていると、うんこの本にも書いたことなんですけど、先ほど先生が自由って言ったらいいってことじゃないってことなんですけど、まさに自由貿易っていうのは安いもの、安い労働力の製品が国内に入ってきて、物価が安くなるってことなんですね。だから TPP で言うと米も牛肉も関税がなくなったら、例えば牛丼が今1杯250円が60円とか50円とかになるって話なんですけど、今物価が下がるデフレで困ってるわけですよね。自由貿易になったらデフレがもっと激しくなるんですよ。しかも今アメリカがデフレしかかってますから、アメリカで物価や賃金が下がっている。で、自由貿易をやるとアメリカの製品が入ってくるので、アメリカのデフレが日本に輸入されるんですよ。だからデフレがもっとひどくなると。デフレが困るって言ってるんだったら、TPP とか自由貿易なんてのは普通は出てこないですね。だからこの TPP をですね、何かそのイメージだけで中国を包囲するためだとかですね、なんか戦略家ぶるやつがいるんですよ。どうしてそうなるのか説明しないでですよ。でも今日説明申し上げたようにですね、TPP で包囲されてるのは日本なんですよ。お前が包囲されてるってのっていうね、そういう話。